タで。こんにちは、趣味を何でもむしゃむしゃ DJ 石川です。むしゃむしゃラジオではいろんな方をゲストにお招きして趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや始め方など美味しいところを聞いて新しい趣味を見つけるきっかけにするための番組です。素顔を隠したキャラクターってかっこいいですよね。仮面ライダー、タキシード仮面、五条悟。まあ僕らポッドキャスターは基本声で勝負しているというか、まあ声の人たちなんで顔出さないじゃないですか。出す場があんまりないってだけなんですけれども、活躍してても顔を一切出さないかっこいいポッドキャスターさんたちがいるのご存知でしょうか。今日はそんな二人がゲストに来てくださっています。というわけで早速いただきましょう。 DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速今日のゲストをお呼びしましょう。本日のゲストはこの方々です。どうも、結婚したい乙女たちのアダルトークのルナとおことです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日珍しく対面で収録させてもらってるんですけど、はい、僕の目の前の絵力がすごいんですけど。それはどういう意味でしょうか。もうお綺麗な2人が、しかもね、顔公表してないですもんね、普段ね。してないんです、ね、はい、で僕聞かせてもらっているから初めてこう顔見れたと思ってるんですけど、はい、いや、あの普段対面で収録してないのもありますし、お綺麗な2人なので噛むと思う。いつも噛むんだ。イメージどうですか。確かに実際ですか。あのもっと濃いというか、うん、化粧濃いめな感じのイメージなのかなと思ってたんですよ。なんとなくその雰囲気とトークテーマと、普通にナチュラル美人さんがいらっしゃって。おー、よいしょがない。そっち系か、余計緊張するぞ。思ってます。というわけでね、お二人の番組を聞いてる方はもうもはやいらないと思いますけど、もしかしたら聞いてない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介をお願いできますか。はい、はい、じゃあ私ルナの方から。はい、私はですね、アラサー付近、アラサー付近ってか、アラサー、アラサーです付近で、いや、あのど真ん中アラサーです。ストレートで、肉食女子を担当しております。好きな男性は素食系、言えることはあまりない、以上です。よろしくお願いします。この感じで肉食系なんですね。はい、肉食系のワードが多分僕の中のビジュアルイメージを濃くしてたのかもしれないですね。それよく言われます、うん、リスナーに。なるほど、はい、確かにそう言われることいいね。めちゃくちゃ言われる、うん、はい、じゃあ私おことです。私もアラサーと真ん中の女子で、私はロールキャベツ系女子をやらせてもらってます。そうなの。ごめんなさい、一回包んでるんだ。え、ちょっと相方だけど初めて知った。なんかさ、装飾ではないじゃん多分、うん、まあ確かに、だからちょっと中間を取ってロールキャベツ系ぐらいかなっていう。いい、ね、一番モテるやつだ。のちょっと言ってました。はい、いや、そんな二人が来ていただきました。めっちゃ豪華ですね、今日ね。いや逆にトーク修行という。そうです。呼んでいただいてありがとうございます。トーク修行をされるっていうことで、出てほしい番組あればみたいな感じのを X で募集されていて、もうこれチャンスと思ってすぐ手を挙げさせていただいたら。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、トーク修行になるかどうか分かんないですけれども、この番組趣味を伺う番組なので、お二人の趣味って何なんですか。普段話してます。趣味話してないんですよ、私たちのポッドキャストって。ほぼ恋愛系の話しかしないので、うん、とか男女のあれこれとか、はい、なので、私もルナの趣味って何って分かんない。私は怒ったのは分かりますよ。分かるんですけど、私ルナのその趣味って逆に言うとめっちゃあるなって思う。え、この子めっちゃ趣味多趣味だなって、うんうんうん、え、でも一個言っていいですか、うん、今日のその、うん、この待ち合わせの駅まで、うん、ちょっと電車の中で趣味とはって検索してきました。概念から一回ね、もうちょっとなんだろうって思って、趣味って一個しか思い浮かばなくて。なんだ、結構難しいですよね、その履歴書とかに昔趣味って欄があって、何書くのが正解なんだって思うことありますもんね。難しい、あったね、趣味って。確かに読書とか映画鑑賞とかが一般的なものだったりすると思いますけど、うんうんうん、はい、じゃあどちらからいきますか。はい、ルナさんから。私をパッと終わらせましょう。私めの趣味はですね、口コミを漁ることです。口コミ、ちょっと待って、斜め上の階に来たわ。いや、これ本当に結構、それも去年ぐらいに気づいた趣味なんですけど、なんか例えば服を買うにしても、私服のそのデザインとか値段よりも
みんなの買った後の感想の方が気になっちゃって、でそれを読み漁って、それで満足しちゃうんですよ、うん、だからウィンドウショッピングっていうか、なんか口コミショッピングっていうか、いやでも最近ねオンラインストアとかだとこうユーザーの声みたいなのは大体反映されてますもんね。もうそれを見てみて、なんか服だけじゃなくてこれってどうなんだろうと思ったら気になったらすぐ調べて、うん、口コミそれで満足しちゃ う, っていう。えそれって納得するとか、自分が、はい、あいい機能がついてるなとかって思って買うではなくて、買う買わないじゃなくて、へーってへーってやって終わるんですよ。口コミを読む人だ。読む、そうただの読む人それ以上でもそれ以下でもない。ツイッター感覚で口コミを。そうかもしれないです。そうなんだ。ちなみに私は書かないんですけど、うん、一切もう読む専門の読む、そう、読む専って言うんだっけ、書いなかんないけどそう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 。えそれはさ、洋服だけじゃなくて他の、うん、なんていうの、食べ物屋さんとか、とかあとは、うん、例えば最近調べたのは、あの足を、うん、こう足の指を広げるなんか、うん、あるじゃないですか、あれってみんなの感想どうなんだろうと思って、うん、検索してみんなどう思ってるんだとあれにそういうことをずっとやってます。だってバカ返事いるずっとやってるいやその企業の人だったらね、マーケティング的な意味でとかっていうのやってる人はいると思うんですけど、あ確かに関係なくただただその商品はみんながどう思ってるんだっていうのかが知りたい。で一番結構私の中でやめてほしい口コミっていうのがあって、うん、これなんか化粧品とか系なんですけど、うん、届きましたであげる女性多くないですか、うん、でもそれって多分なんだけど、うん、口コミをしたら何かもらえるやつ、もらえるとか何百円オフとかそういうやつなんだと思う。あの制度マジでやめてほしくて、あ本当の口コミがわからないですよ熱量があるやつだけが読みたいですよ箱の感想なんてどうでもいいですよこれから楽しみにしてますとかどうでもいいです、うん、使ってみましたが、そうなんですよ、そこが見たくてわざわざ時間を割いて見てるのにこっちの期待裏切んなって時間を割いて見てもらってる感覚ないでしょうけどね書いてる人ね、そう、これが一番の趣味、うん、私の、それって、仮に洋服だったり飲食店だったりとかした時に、はい、先にその商品情報とかを見るんですか、それもいきなり口コミに行くんですか。いきなり口コミ言います。いきなり口コミ行くんですね。じゃあこういう商品だろうなみたいな感じのを持ってじゃなくて、はい、じゃなくてもう感想を見て、それがめちゃくちゃ良かったら、もしくはめちゃくちゃ悪かったら初めて商品もちゃんと見ます、うん、お店とかも。ほんと口コミメインなんですね。そうです。だから男性がデート例えば誘われて、うん、じゃあ食べログで調べるじゃないですか、うん、私口コミから見るんですよ、うん、でそれでなんかどんだけ食べログの点数が良くても口コミがなんか微妙だと、うん、うん、ってなって見てないこの人って、うん、そう、点数はただ点数で反映されるから、うん、口コミが悪いっていう場合もありますもんね。あります。なんかこれはいいけどこれは良くないとか、うん、そうめちゃくちゃ気にするめんどくさいかも私逆に一番いい口コミっていうのは、うん、そのルナさんの中でどれなんですか。一番いい口コミか、難しい な,、うん、なんか食べログとかだとなんか食べログポエムみたいなのあったりするじゃないですか。ポエム食べログポエム食べログおじさんみたいな感じの人っていますよね。専門の方っていますよね。行くまでの自分のこう久しぶりにたどり着いた駅で小説みたいになってきたんですよねいる天気の悪い中みたいな感じのお店の感想関係ないやつ。確かに一時期ハマってましたけど、うん、あれやっぱ時間取るし内容分かんないからあんま好きではないあんま好きではないからそうそうそう他のを書く人とかは好きですけど、うん、ここで、うん、この商品とかこのお店に対して書いてるのに他のやつを引っ張り出して、うん、それと比喩してってなんか2個一緒に読んでる感じがして好きです。私はお得感がある。 それはもう口コミ好きだからこその感想ですよね。そうそうそう、普通の人とは違うかもしれないけどA の化粧品の評価をするときに B の化粧品の使用感と比べていいみたいな感じ。もうめちゃくちゃ天才天才100点なんかさ、うん、基本的に口コミ見るときってさ、この商品欲しいなとかこの場所に行きたいなで口コミ見るじゃん、うん、口コミスタートってどういうあれなの、どういう神経そうどういう心理でその場所とかそのものの口コミ見ようってなるの、うん、どういう気持ちで欲しいとか行きたいとかいう気持ちがないのに、うん、そこの口コミにどうやってたどり着くのかなって。だから商品一覧とかから最初スタートするから、確かにこの商品の口コミ見ようっていう基準みたいなのあるんですか。いや
なくて、うん、なんか降ってきたものとか目に見えたものだったら何でももう、あ、そう、口コミのなるほど天才系だ。だから変な話、うん、今日石川さんがそのコカコーラのパーカー着、うん、てるじゃないですか、うん、それとかでも検索して、うん、口コミ、そう、口コミ見られちゃうなるほど、気になるの、気になっちゃうっていう、何でもいいんです。まあ口コミって、はい、いい評価と悪い評価あるじゃないですか。あります。どっち読んでるとき楽しいですか。うわ、悪い評価性格悪い性格悪いな悪いはこうなんだ。やっぱいいのって気持ちよすぎる、あ、悪い人のその性格の悪さが前面に出てる感じもまた、なるほどなるほど、またいい、あれは筆者の内面がね、そうです、そうです、一つの作品を読んだみたいな面白い、めちゃくちゃ好きですね。なんかちょっと意識しちゃうかも、なんかそんな私口コミ読まないんですよ、商品買う時とか。僕もそっち派ですね。で結構後悔することあって、うん、でうわこれダメだったって思ったら口コミ読むんですよ、うん、そうすると書いてるでしょ、書いてあるんですよ。だから結構読むの大事なんだなって、今口コミって大先輩がいる場所だと思ってるので、うんうん、そうそうそう、経営者もね先人から学ぶって言いますもんね。そうですそうです、そうです、だから OBOG から学んで、うん、よかったらちゃんと使う。意外とクリティカルなこととかが書いてあったりしますもんね。そうですそうです、この商品ポケットなかったみたいな感じフェイクポケットあるよね大事だよね、わかる。普段さんがよく見てるものの中でおすすめの口コミの読むっていう観点で、はい、おすすめのサイトとかってあるんですか。あるんですよ。あのでもこれ女性だと思うんですけど、ちょっと一時期話題になっちゃった、あの洋服のシーンっていうそのサイトはとにかくグローバルなサイトなので、うんうん、めちゃくちゃ口コミの数が異常なんですよ。でしかも口コミの欄に長けていて、うん、その色とあと写真ありなしとか、うん、ちゃんと全部口コミも検索できるんですよ。だから私得というか知らなかった一つの商品を取ってもカラー変えて口コミ見るみたいな。そう、なるほど、すごい、そう、もう口コミ読む人のためのそうそう、しかも個人情報も書いたんですよ、うん、そのなんだ買った女性の国とあの足のサイズ、ウエストとか体重身長とか全部書いてある。だからめちゃくちゃ想像ができる、書いてる人、素晴らしい民族学みたいになってくるんですね。そうそうそう、暑い国だからこういうファンデーションがいいんだみたいな感じのこととか、それもあります。洋服半袖の方が売れてんなみたいな感じのことか、ね、だから日本とやっぱ感覚が違う、うん、口コミも全然違うから、それも面白い。あと読めないたまに何書いてあるのかマジで読めない、ね、たまにさ、なんかね記号みたいなのでさ、インドみたいな、うん、あ、翻訳はされないんですか。されないんです、そんな機能はない。確かに、うん、それを言いましょう問い合わせましょう、はい、おことさんは逆におすすめあったりします？うん、口コミ読むんだったらここいい、僕一個あって、えあるんですか口コミ、はい、今話聞いてて、はい、あ、そういえばこれ口コミ読んでたわっていうのがあるんですけど、最近僕海外行ってたのもあって、はい、Airbnb が あの好き、お部屋の感想はなんか結構書かなきゃいけないに近い感じなんですよ。そうですよね、ほぼ強制に近いですよね。で部屋の感想って別に不動産屋のやつにはないじゃないですか。確かになんかあんまり読んだことのないなっていう読後感の口コミが多い気がします。確かにし、英語で書かれてても、うんうん、自動翻訳されてるんですよ。ありますよね、エアビーはあるわ。なんでなんかそんな当たり前にしてるみたいな感じなの常識だよ、そうだ常識だよとか。そう、確かに家に帰ったらじゃあもう一回見ます、うん、あれは面白かったかもって 思いました今聞いてて。確かに書いてる人の国とかぐらいは分かんのかな。あ、そうですね、分、うん、かります、はい、あれもグローバルですもんね、かなり。そうそうそう、うん、そうそうそう、知らなかった、知らない世界だわこれ。確かに知らない世界でしょ、うん、私の今までのイベント会場とか全部口コミ見てるから。そうなんだ実はめっちゃ調べてるから。もう本当口コミが好きだっていうことも全く知らなかった。いや、口コミ好きなのはちょっとね、うん、言ってるエピソードあったんですよ、はい、うん、そう、だからまあ好きっていうのは知ってたんですけど、ここまで好きだと思わなかった、うん、そう、誰も響いてくれないから、うん、秘めてた。まあ、話す機会なさそうな趣味ではありますよね。需要がなくてでも私さ、いるわ友達に、うん、これは口コミを読むじゃなくて、うん、
悪かった評価をめちゃくちゃ辛辣に書くあの友達がいます、うん、悪かった、ここのお店が悪かったってだったら絶対に口コミを書くっていう友達がいます、うん、あ、ちょっとわかりますよね、気持ちが、うん、残してやろうみたいな、そう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 、少しでもこの傷つけられた分を傷つけたそうみたいな、ちょっとわかるかも、なるほどね、だからそっちの方が気持ちが乗ってるわけですもんね、そうです、だからって面白いんだろう、相性いいかも、その友達紹介したい紹介書いたら教えてぜひ未公開の作品を見ていいコメントを書くってちょっと体力必要というか、うん、なんか相手のためを思って、うん、その自分のため感があんまないですもんね、確かによっぽど感動しないとないかも、うん、そうなんすね、うんうん、口コミはさ書くことはあるの、良くも悪くも ないけど、私も一回だけ書いちゃった、あの、うん、悪いバットの口コミ、あ、じゃあ私もバットは書いたことある、うん、もうめっちゃムカついて残したろって思って、うん、やっぱそういう時なんですね、悪やりますね、でだよね、そうだよね、今口コミって大体その口コミ自体を評価できたりするんでしたっけ、あのいい口コミだったねみたいな、なんか同感みたいな、 ありますね、あります、あります、その場所によるけど、うん、やっぱその共感してる人が多いものは当たりが多いですかね、あーでもそんなイメージありますね、うん、やっぱりちゃんとみんなが思ってる、だからでもバットこそ多いんですよ、うん、結構いいね、へー、やっぱ書くまではいかないけど分かるそれみたいな、うん、なるほど、指示してやろうとそう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 、それもまた面白い、あ面白いね、確かに、ぜひ見てください、はい飲食店とかの場合、ちっちゃいお店とかだったりとかすると、はい、少しでも評価上げなくて、お店の人がとか身内がとかっていう、桜、うん、これもね、もう私は去るから、うん、同じのが何回か出てきたりするんです、やっぱあるんですよ、うん、やってるなみたいな、わかるんですか、やっぱり、あ、わかります、わかります、うん、これやってんなっていうの、やってるやってる結構多いですね、確かに、うんうん、でも最近なんかあったのは、その Google の星つけるの結構今あれじゃないですか、うんうんうん、で、あの飲食店とかで Google の評価をしてください、してくれたらドリンク一杯無料ですみたいなのがあって、店、うんうん、員さんの目の前でつけさせられるんですよ、うんうん、だからもう星5以外押せないみたいなそれ意味ないよね、そう意味ないなって思って、だから星5客に信頼できない、まあ、だからドリンクにしてる、確かに、うん、サービスしてるんでしょうけどね、確かに、口コミ好きだなって思ったきっかけみたいなのあるんですか、なんか、いや、それこそ多分去年おことがこれから話す趣味の話で、まあ、おことってすごい趣味しっかりしてるよなって、ルナ趣味何みたいに聞かれた時があって、私趣味なんだって思ってた時にちょうど口コミ見てたんですよ、うんうん、まあ、そういえば私いつも口コミ見てるなって思ってその時に気づいて、あ、それからちょっと隠れてこそこそ見てる、いや、この回きっかけで自分口コミ好きかも趣味かもって思う人増えるんじゃないかなって辞任をしてない人多そうじゃないですか、確かに、うん、しなくていいけどまあでも履歴書にはあんま書きづらいかもしれないですけど確かに確かに、言い換えるとエゴサだからね、そうだよね、確かにそうだよね、他人のエゴサなんですもんね、まあ、そうですね、自分じゃなくて他人、自身の番組のそれこそ評価される側でもあるじゃないですか、はい、まあまあ、当然読むと思うんですけど、はい、X とかでの検索って結構しますか、めちゃくちゃしますめちゃくちゃするんですね、めちゃくちゃします、うん、一日に何回もする私でも最近あんましてないかもしれない、そうそう、一回でそう放置するとそうなんですよ、うん、習慣になるとっていうのありますよね、そうですね、なんかないと寂しい、うん、更新されてる、あ、はい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 確かに、いつもこれいろんな方に聞いてるんですよ、その趣味の中で聞いてるのは、この趣味の場合あるのかなと思うんですけど、あなたの趣味のゴールを教えてくださいっていう、ゴールですか、目標というか、この趣味をやってるの、いや、例えばなんかスポーツ系だったら、はい、いつかこの大会に出てみたいとかあるじゃないですかそう、口コミを読む上でのゴールって仮に設定するとしたら何ですか、仮に設定するとしたら、でもそういう評論家を、私みたいな人をもう2人ぐらい集めて、うん、大会やりたいですね、ベストオブ口コミみたいな、あこの口コミトレカみたいなのつけてカードバトル、この口コミめっちゃ面白いみたいなのを見つけるあれをやりたいかも、私それあり、あるじゃないその大会は見たいですよね、見る側で言いたいですよね、見たい見たい見たい、やりたいかも、うん、ちょっとありかもすごい企画が出来上がったすごい面白い、参加者募集中です、なんか全然思ったよりしっかりしてた、あ本当に
でその大会に出場する人たちの育てるために、うん、今ちょっとあ自分口コミ趣味かもって思っている人たち読むの趣味かもって思ってる人たちにどっぷりはめるために背中を押すとしたら、まあ、ここのサイト見たらいいよとかこういう口コミ記録しといた方がいいよとかなんか背中を押す一手があればそのあれですよね審査に向けてっていうことですそうですねどれぐらいの口コミリーダーがその大会に参加できるのかですけど、うん、まあちょっとそこは難しいですけど、うん、じゃあ方針としては、うん、まあ良くても悪すぎてもちょっとつまらないのでちゃんとその商品とか対象に沿った内容だけどユーモアで、うん、ユーモアがある口コミがあったらキープしといて私もするからそうです、ね、いつかやろうそれでって感じですかねめっちゃ楽しみな企画が生まれそう方針は決まりました今、はい、これでいやありがとうございます、はい、めちゃくちゃ面白い趣味面白い知らなかった本当にそう、ね、いやなんかむしろ全然他だと思った、うん、結構さいろいろ好きじゃんまあいろいろ好きだよね、うんはいうん、もう本当たくさんある中の1個だったんですねそれってどうなんだろうね珠玉の趣味がはいはいもうだって完全にこれで1回分になってますよ1回の中に2人入れちゃおうかみたいな話してましたすごくない口コミでこんな話できると思わなかった、うんうんでも評価される側になってみたら口コミはあった方が嬉しいですよね あった方がいいです、うん、分かんないですよ ねだからこの回の感想はぜひ口コミを書いてもらいたいです、ね、書いてほしい、ね、書いてほしい、うん、私もってなった人はぜひ書いてください確かに確かにはい、いや面白かったというわけで本日はルナさんの趣味でしたありがとうございましたありがとうございましたというわけで次回はおことさんの趣味を伺いたいと思います楽しみむしゃらじ今回対面の収録ということで待ち合わせの駅でねお二人と会って借りていたレンタルスペースまで行って収録したんですけれども普段聞いているポッドキャスターさんしかも顔出していないお二人に会えるってめっちゃ楽しみだったんですよそして会ってお話ししてめっちゃ楽しかったんですよそれだけでも満足なんですけど今回編集していて普段聞いている二人のこの掛け合いの中に自分の声が入っているっていうねなんとも贅沢な経験をしたなと思いましたアダルトークの中に自分がいるっていう感覚ねなんか不思議な感覚でしたそしてルナさんの口コミを読むという趣味ねやっぱ面白いっすねすごいです話の持っていき方というかテンションというかお二人にしか出せない空気をちゃんと出せるんだなってなんでトーク趣味をやってるんですかねいらないでしょもう完璧アダルトークの世界をどこでも作れるっていうのはすごいですね。口コミを読むのが趣味と伺って、あ、変わった趣味だなって思ったんですけど、お話ししていく間でね、僕もエアビーがいいっていうふうにおすすめした通り、意外と見てるんですね。エアビーで部屋決めるときに結構見たし、アマゾンで買うときに念のため口コミ見とこうかなってやりますね、そういえば。もう無意識にやってるんですね。さすがにね、興味もないし、買う予定もないものを見るっていうのは、あ、これはもう本当さすがだな、趣味だなって思いました。面白い口コミあったらぜひ僕も読んでみたいですね。というわけで本日の趣味川柳。バッコメは熱量発揮、負の連鎖。バッコメは熱量発揮、負の連鎖。お二人と話してる時にも話題に出ましたけれども、やっぱりね、悪いコメント書くときの方が熱量高いんですよね。いいコメントを書こうって、本当にブロガーというか、食べロガーとかね、レビューを書くことで評価をされるとかっていうことがない限り、そんなに積極的に書かないですよね。いいコメントを書いてくれるって、やっぱり貴重ですよね。いいコメントに対する感謝の度合いがより上がりました。よかったら Spotify や Apple Podcast でむしゃらじとアダルトークの評価をよろしくお願いします。というわけでいつものゲスト募集の前にただいまポッドキャストのアートイベントジャケ劇のクラウドファンディングを実施中です。CD のジャケ買いがあるんだったらポッドキャストだってジャケットきっかけでジャケ劇したっていいじゃないというポッドキャストってかっこよくないって思ってもらいたいよというイベントを開催しようと思っています。
検索ウィンドウでハッシュタグジャケ聞きと検索していただければクラウドファンディングのページが一番に表示されると思います。もしよかったらその企画支援していただけたら嬉しいです。残りあと1週間ぐらいなんです。ぜひ皆さんの協力よろしくお願いします。リスナーさんが参加できる企画っていうのもねいくつかあるんですよ。一つはジャケットのランキングをつけようっていう企画があります。イベント支援っていう目的と投票権という意味で1000円で支援できる、そういったリターンも用意しています。運営チームに入っててむしゃらじに1票も入んないのちょっと寂しいなと思いますので、よかったらそちらのリターンもよろしくお願いします。あとはジャケ聞き11月の25日26日に原宿のおしゃれなカフェでやるんですけれども、25日の夕方から夜にかけてトークセッションが行われます。運営チームが喋る会とゲストが出ての一部二部というトークショーをやろうと思っています。まだどっちが一部二部かっていうのが決まってない段階で喋ってるんですけど、某アパレルブランドのデザイナーさんたちが来てくださって、商業デザインでねお金を払ってもらうデザインでデザインすることの意味というような内容をお話しいただこうかなと思っています。あとは一工夫でデザインが良くなるコツなんていうのもね聞きたいなと思っています。そしてもう一つのトークセッション、めちゃくちゃ豪華な方がゲストに出てくださる予定です。ちょっとね予想できないレベルの豪華な方がトークセッションしてくれる予定です。もうこの回が更新されている頃には発表されているのかな。すごい方がゲストです。早めにチケットとしてリターン購入いただくのがいいんじゃないかなと思うぐらいかなり豪華です。ぜひジャケ聞きのご支援よろしくお願いします。というわけで改めていつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。むしゃらじに出演してみませんか。あなたの好きなものの話を聞かせてください。どんな趣味でも構いません。スポーツでも読書でも映画でも口コミを読むでも何でも OK です。むしゃらじに出演してみてもいいよという方、 X でむしゃらじを検索していただき、アカウントをフォロー、そして固定しているツイートにいいねをお願いします。僕の方から DM をお送りします。審査とか特にないので日程調整してお話ししましょう。 X やっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスはむしゃらじお @gmail.com。 むしゃらじおは MUSHARADIO です。皆様からのフォロー、いいね、DM、メールお待ちしております。最後にむしゃらじは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube などで配信しています。内容はどれも同じなので使いやすいものでお楽しみください。その際番組のフォローやコメント評価を何卒よろしくお願いします。この評価が口コミですね。皆様の口コミお待ちしております。それでは今回は口コミ読む線をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。